どうもこんばんは、桃太郎でございます。本日はこちら、ドン。アトトさんの HD1080p の USB DVR になります。それでは早速開けてみたいと思います。はい、説明書ですね。説明書と、これが本体。ああ、取っちゃった、本体ですね。ちょっと開けますね。はい、本体が出てきまして、これはカメラ部分になりますね。ちょっと後で、それから、配線用のケーブルですね。この2つが入っております。こんな感じ。はい、で実際どんな感じかというと、これ見えますか。これめちゃくちゃ質感高いんですよ。ダーククロームメッキみたいな感じのメッキがしてありましてね、こういうところにも。でこういうサイドのところもそんな感じなんですよ。でここがカメラになってます。でここは両面テープついてますので、ガラス面に対して、フロントガラス面に対してこうつけて、カメラが、まあ前を向くと多少調整ができるようになっておりますね。こんな感じ。まあ、とにかくこの質感の高さがびっくりでございますね。であとこちらに、SD カードを入れるところがありますね。まあ、例えば SD カードをこれどっち向けかな、こっち向けかな、こうやって入れるというふうになりますね。最初からちょっと入れておきましょう。はい、それとケーブルはこれが一つついてまして、もう一個がこちらになりますね。ちょっと取りましょうか。はい、こちらとこちらをカシャッと、ペンペンまして、この先は USB というふうになっています。アトトのナビから2つ USB が出てますけれども、1つが、電話用ですね。まあ、Apple CarPlay とか Android Auto とか、あれをするためのものと、もう1つがストレージなどがありますので、そちらにつけたいと思いますね。多分そっちにつけるんじゃないかと思います。はい、それでは早速車でつけてみたいと思いますので、よろしければお付き合いください。それでは車内に来ました。まず先ほども言いましたが、このケーブル同士をつないでおきますね。うん、ペンペンで、これは、後ほどフロントのガラスのところにくっつけるんですが、まずはとりあえず置いておきまして、映るかどうかのまず動作確認をしたいと思います。こちら側の USB ですね、こちらに一つ USB 来てます。でこれは、一応スマホとかをつけるための、USB ということで、 Android Auto とか、まあ、Apple CarPlay とかそういうのをつなげるための USB ということになっています。からもう一つがですね、こちらですね。こちらが外部記憶装置というふうに書いてありますね。それから USB DVR となってますので、これは USB DVR なので、ここへつなぎますね。ではこちらにまずつないでおきたいと思います。うん、ペンペン。はい、これで OK ですね。はい、つきまして、HD DVR、これを立ち上げましょう。はい、そうすると、はい、あ、来ましたね。はい、こう動いてますよね。こんな感じで。はい、ということで、とりあえず映りました。それではこれをちょっと仮付けしていきたいと思います。ということで、はい、こちら、ちょっとこちらに今付けてますが、ここからずっと配線を仮止めしてます。ここちょっとテープで止めて、で、ずっとこう来て、最後、ここに、一応止めました。はい、これでちょっともう一回、見てみたいと思いますね。
さあどうでしょう。ああ、ここでちょっと問題が出ますね。これ、ここでカメラの角度調整できるんですが、上に行くのがここで限界なんだよね。これだいぶ下向いてるんだよね。見えますかね。ここはなんか事業を作らないといけないですね。で今回ですね、ちょっとあのアクションカメラの、まあ、こういうジグがあったんで、これでちょっとこれやるとこう角度がですね、こういう風につけられるんで、これにちょっとカメラをつけて、で窓ガラスに貼ってみたいと思います。一応ですねこんな感じ、ちょっとね変な感じで、少しねこの隙間も空いてしまってんですけど、まあとりあえず仮組みなんで、これぐらいにしておきたいと思いますけど、ちょっと画面変わりましたけれども、一応高さ的にはこれでいけると思います。で、今こちらにちょっとピコピコ、赤と緑でピコピコしているのが今録画中ということですね。で設定をちょっと見てみたいと思います。はい、これ歯車のやつやるとこのように出てきまして、一応裏返し、鏡、オフになってます。これはまあ、カメラの裏返しってのはひっくり返す。こうひっくり返す。で、鏡っていうのは、鏡像ですよね。鏡に映ったような状態になると。まあ、ちょっとやってみましょうか。例えば、裏返しってやりますと、このように画面が反転するんですね。はい。で、まあ、もうやりませんけど、鏡が鏡像になる。それから GPS スイッチっていうのは、これね、一応ちょっと GPS スイッチをオンにすると、ここにね、一応出てくるんですけど、これなぜか、変わらないんで、ちょっと使えるのかどうかよく分かってません。はい、でなので一応ちょっとこれ撮ってきました。あと画面のちらつきですね。一応 60Hz か 50Hz になります。関西は 60Hz なので一応 60Hz にしておきます。で解像度、1080p か、まあ 720p 選べますね。であとクリップ時間、これ一つのファイルというか、あのファイルを刻む時間ですね。1分ごとに、ファイルが変わっていきます。1分、3分、5分と一応変えれるようになってますね。でフォーマットっていうのは SD カードのフォーマットになります。まあデバイス、アプリについてっていうバージョン情報だと思います。で戻りまして、次この太陽みたいなマークが、このカメラの感度設定ですね。例えばこうやるとどんどんこう明るくなりますし、こうやると暗めになります。まあ私的にはこの辺でいいかなと思います。はい、続いてこれ何かな、押してみましょう。あ、これあの画面ちっちゃくできますね。こちらはですね、いざっていう時にこれ繰り返し上書きしていくんですけど、ここの1分間、今から1分間はどうしてもその残しておきたいっていう時には、これを押せば、1分は一応保存しているはずですね。はい、これがよいしょ、保存したファイルを見ることができるというふうになっています。で例えばさっきここに鍵のマークがあるんで、これを押すと、さっき映したものがこう残ってると。こうやって残ってるということになりますね。ちょっと何も動いてないんで、動いてるのか分かりませんけど、一応そんな感じです。それからこちらがマイクですね。マイクのオンオフになります。これでオフになりました。これでオンになりますと。で、これはですね、今の状況を画像ファイルですね、動画じゃないって画像として
取り込むときに使います。はい、これでスクリーンショットが成功しました。この画面を今撮っておきたいときにこれを振ればいいということになります。で、一番これが一番上になるんですが、これがよいしょ押すと、はい、録画が停止されました。なのでもう一回押すと、はい、また緑と赤の点滅で録画されるということになりますね。設定としてはこれぐらいですね。はい、こちらが録画映像の昼間バージョンになります。どうですかね。まあ、特に問題なく綺麗に撮れていると私は思いました。車が近づくとナンバーもしっかり確認できましたよ。で、一方でこちらが、夜間バージョンですね。こちらもですね、特に問題なく綺麗に撮れているんじゃないかと感じました。前の車のナンバープレートはですね、自分の車のヘッドライトがもろにまともに当たるところではやっぱりちょっと白飛びするんですけど、まあ少し前後すると特に問題なく確認できました。一つ言い忘れてたのはですね、このドラレコエンジンもしくはアクセサリーモードにすると自動的にも撮影が開始されて、エンジンを切ったりアクセサリーモードを切ると5分後ぐらいに自動的に撮影が終了されますね。だから5分後ぐらいはね、エンジン止まっててもしばらく録画してくれてます。はい、ちょっと長くなってしまいましたけれども、最後にまとめておきます。アトトの AC44P2 ドライブレコーダーですね。こちらの良いところはですね、まず取り付けが簡単であるということですね。まあ、USB を挿すだけなんで、あとまあ配線の取り回しはちょっと考えないといけませんけど、それから10インチの大画面で映像を見ることができると、簡単に見ることができるというのが嬉しいですね。それから10インチのこの大画面でスクリーンショットとか手動の録画操作とかいうのが簡単にできてしまうんで、で自分のポジションから近いんでね、これも便利だなと思います。でドラレコの映像もですね、画質も必要十分に綺麗でございました。でマイク、今回ちょっとマイクの音声出してませんけど、マイクも特に個人的に不満はなかったです。ドラレコとしては十分じゃなかったかなと思いますね。あと価格がですね、まあ約6000弱というのも非常にありがたいなと思いました。で一方でまあ気になるところというのは、まずNBOX などのですね、フロントガラスが立っている車にはやっぱりちょっと取り付け時に細工が必要であるということ、ここはちょっと気になりますよね。それから、衝撃振動とかによって自動で録画ファイルをロックする機能っていうのがないというのは、まあ、ここはちょっと残念なところかなと。あとはまあ耐久性ですよね。ここはまだ未知数でございます。アトトのですね、 Android ナビをこれ私のようにお持ちで、それでドラレコが、まあ、もしまだという方にはですね、この AC44P2 というカメラを、まあ、フロントにつけてですね、あとミラー型ドラレコでリアカメラのみのタイプっていうのがあるんですね。だからデジタルミラーとリアカメラだけっていう、そういうカメラがあるんで、それとの組み合わせも結構面白いんじゃないかなと思いました。で最後にですね、まあ、何よりこのドラレコの一番印象的だったのは、もうカメラの筐体の質感が非常に高いというのが一番、感想ですね。まあ、私の知っているドラレコの中で過去一に質感高いんじゃないですかね。はい、本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回もぜひご覧ください。またまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとブログ、ツイッターもやっておりますので、そちらもぜひ見てくださいね。それではまた。